らなきゃいけないのは、もう世界の皆さんに平和の大切さ、そして日本はもう絶対に何があっても武力も持たないし、戦争もしないし、平和でね、本当に平和な国なんだ、大丈夫なんだってことを信頼をさせること、その平和の外交の努力がやっぱり一番必要なんじゃないかなと改めて、やっぱ憲法をしっかり守って命を守ることを第一に考える、そんな社会にね変えていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。今日も頑張りましょう。はい、ごめんなさい、はい、変えていくんじゃなくて、本来 そういう理念でずっとやってきたんです。変えたのはあそこにいる安倍っていうやつなんで、そうですよね、それは大きな間違いなんで、はい、はいはい、それは間違えたくない、はい、そうですね、はい、安倍さんがもうめちゃくちゃにしてる、本当に戦後最悪の、ね、権力者だなと腹が立たしいんですけれども、はい、ここでは原発の問題をね、はい、テーマに、命を守ろう、子供を守ろうというテーマでやっておりますので、ごめんなさい、すいません、私がね約束破っちゃいけませんね、はい、有言実行で参る、ね、本当言いたいこといっぱいあるから、はい、原発の問題でお願いします、すいませんでした、はい、では、今日はフライパン王子、はい、ありがとうございます。今夜もよろしくお願いします。飛鳥さんの期待に反してあんまり原発の話は今日はしないつもりなんですが実は今日ここへ来るときにですね、ちょっと寄り道をしてきまして、議員会館の方にちょっと用事があったもんですから、であそこ入るときに金属探知機とかうるさいんで、きっとなんか引っかかるだろうなと思って、今日はフライパンは自粛してきましたこのバッグぶら下げてるだけでうるさいんですよね。この図柄は何ですか、なんかトートバッグの柄だからしょうがないじゃないかと思ったけど、これを表に見せないようにして通ってくださいとか、ちょっとうるさいんですよ、あそこは。で、今日は本当は第4金曜だから音楽集会ということで、まだね、グラス隊の皆さんとかも到着してないんですけれども、ここでスピーチされる方もだから、今日はスピーチもいいんですけれども、音楽で勝負しましょうよ。ということで、希望のエリア新春のど自慢大会のスタートです。一発ね、ちょっと寒いんで歌でも歌ってケーキつけなきゃいけないなと、そんなケーキいい歌じゃないんですけども、見渡してごらんっていうもう30年以上前の古い歌なんですけれども、京都フォークソング連絡会議っていうのが昔あって、そこの学生さんたち、女子大生というか看護学校の生徒さんだったかな、女子学生がのグループが作って歌ってた歌なんですけれども、そんな時周りを見渡してごらん、優しい笑顔がきっとあるはずよっていう、なんとなくこう希望のエリアを彷彿させそうな歌詞だったんで、ちょっと聞いてください。見渡してごらん、そんな時周りを見渡してごらん、優しい笑顔がきっとあるはずよ、そんな時耳を澄ましてごらん、温かな歌声が聞こえてくるでしょう、仕事に疲れて一人帰る道、虚しさに襲われて明日への望みもなくしかけたことはありませんか、そんな時周りを見渡してごらん、優しい笑顔がきっとあるはずよ、そんな時耳を澄ましごらん、温かな歌声が聞こえてくるでしょう、恋に破れて涙も枯れ果て、人を信じること心開くことできなくなったことはありませんか、そんな時周りを見渡してごらん、
優しい笑顔がきっとあるはずよ。そんな時耳を澄ましてごらん。温かな歌声が聞こえてくるでしょう。すべてが何かの力で動かされ、怒りを一人ではぶつけられず、眠れなかった夜はありませんか。そんな時周りを見渡してごらん。あなたは一人じゃないはずよ。そんな時私たちと一緒に思いを心を歌ってゆこう。そんな時周りを見渡してごらん。優しい笑顔がきっとあるはずよ。そんな時耳を澄ましてごらん。温かな歌声が聞こえてくるでしょう。ありがとうございました。フライパンをマイクに持ち替えて今日はね歌っていただきました。フライパン王子でした。ありがとうございました。はい、では続きまして、板橋の、はい、ちゃんとしてるけど変なおじさんです。どうもよろしくお願いします。皆さんこんばんは。まだ1月なんでね、去年1年間、スタッフの皆さん、準備、撤収かなり遅くまでね、本当にご苦労様でした。今年も、よろしくお願いしますと言いたいところですけども、早くやめたいですね本当にもう、私は先週ちょっと嬉しいことがありまして、信号を待ってたら、今日はまだ見えてないんですけども、ドラム隊長が、変なおじさんこんばんはって声かけてくれたんですね本当に嬉しかった、ね、あ、築地の若大将です、はい、まあ、年が明けてね変なことばっかりあるんだけど、少しずつね、あの国民も変わってきてるんじゃないかなっていうのは、去年のオール沖縄、それを全国で学んで、少しでもその力を大きくしようということで、一点で協働していろいろ運動が進んでます。先週あのテント前広場、テント前のところで、大間原発差し止めのね、あの署名をやってました。これ何日か後にその運動がオール函館の運動となって、函館全部で取り組んでるということを聞きました。そんな嬉しい中にもね、電力会社の、方針が本当に腹立たしい。もん、利益は自分の懐に入れるけども、廃炉の費用は電気料金に乗せて積み立てる。とんでもない話ですよね。まったく。もう腹が立って何やっていいか。
島の方ではね、本当に風評被害とかって言ってますけども、本当に風評なのか、実際に汚染はないのか、ね、あれだけ汚染水が漏れました、また少し漏れました、二度水が汚染水で汚染レベルが高くなっています。それはみんな海に行っちゃうんですね。海行ったらどうなるか。福島の県の前だけ、あの発電所の前のところだけ汚染されてるわけじゃないですよね。海に流れれば拡散するわけですよ、ね、魚は茨城の沖だから安全だとか千葉の沖だから安全だとかって魚は分かるわけないんですよ。汚染された水は結局はあの溜まりに溜まって海底の方に溜まってるんですよ。それは素人でも分かるのは、風が強い日にある一面ものすごく道路きれいになってますよね。だけどちょっと見ると木の葉が山積みになってるところがある。それは汚染水が溜まってる仕組みと同じじゃないですか。何年か前に O157 のあの時に、変な総理大臣が貝割れ大根をつまんで安全ですとか、安倍も同じことやりましたね。福島行って干物を加えて安全ですって、とんでもない話ですよ。これだけ汚染水、ね、汚染物質たまりにたまってるのにどこが安全なのか。なんで安倍は強気でいられるのか。結局それはその選挙制度マジックでね、4割の支持しか得られてないのに議席を8割も取ってる。それを全くなんていうのかな、白紙にされたような感じで暴走し始めてますよね。予算なんか見ても本当に社会保障は減ってる。私は年金もらってますけども、3万円は減ってます。これはここに来るのに交通費かかるのに結構きついんですよ、ね、でお金の、予算のね、あの今やってますけども、菅官房長官ですか、収入が少ない、財政困難な折、ね、社会保障にはそんなに回せない、消費税上げておいてそういうこと言うんですよ、原発の立地県、立地自治体にはね、再稼働に賛成したら補助金を上乗せしていっぱいあげますよとか、沖縄は気に食わないからね、補助金減らしますよとか、とんでもないですよね。小学校の生徒会でもね、気に食わないやつだから会わないとか話しないとか言わないですよ。なんで正々堂々と会って、その沖縄県民の総意を聞かないのか、本当に腹立ったし、多分不確かな情報なんですけども、25日、国会前でヒューマンチェーンをまた計画しているようなんですね。それは沖縄に向けて、沖縄の海のブルーの色で、国会を包囲しようっていうことらしい。ちょっと今情報が不確かなんで、こういう安倍政権をなんとかやっつけるために、私は歌じゃなくて作り物で勝負です。今年もまた、やりたいと思います。
まだ出来上がってないんですね。飛鳥さんに最後の仕上げを。字が細かいんですけども、安倍さん、いつ辞めても OK、これが民意です。はい、今年も頑張りましょう。早く辞めましょう。これ、風が強いんで今日できないんですけども、弱い日に出しておいていいですか？もちろん、いつでも毎日が送別会でね、お送り出したいと思いますので、1秒でも1分でも早く、ね、お辞めになって、すっきり普通のおじさんになっていただいて、安倍さんのためにも、私たちのためにもね、はい、そう思います。今日はね、旗振ってる松戸のお父さんが、2人の方のお名前をね、書いて、追悼っていうふうに、胸に掲げて、今日は参加してらっしゃいます。東京電力の、福島の作業員の方が、先日、お亡くなりに、なりました。本当にあまり報道はされませんけれども、過酷な、ね、状況の中働いてらっしゃる方がまだまだいらっしゃるということ、そして本当にその人たちがね、大変な思いをして作業してらっしゃる方が、ね、また犠牲になってしまったということを心に留めて、追悼の思いで、ね、まだ48歳と55歳の若い方ですよ。本当にもう東電には一日も早く責任を取っていただきたいというふうに、追悼の思いも込めまして今日は、講義をしたいと思います。お父さんありがとうございます。では、はい、お待たせいたしました。お願いいたします。こんばんは、稲村と申します。ここに立たせていただくのは、約1年ぶりで3回目ということになります。すいません。前回は大学生が福島にボランティアに行くことによって就職が有利になるなんていう話をさせていただいたんですが、私福島県二本松市岳温泉出身、先日熊本の高校生がスキーで私の地元である安達太良高原スキー場に行きました。実はそこに宿泊した旅館というのは、私が中学高校時代アルバイトをした、あるいは今でも家族もしくは兄が常務取締役をやっていた、そういう旅館です。で、非常に複雑なんですが、やはり忘年会新年会のシーズンを過ぎると、パートの人たちは週休4日3日4日が当たり前で来なくていいよっていう風な状況の中で、やはり4年ぶり5年ぶりにそういった高校生の皆さんが来てくださったことによって、非常に地元は盛り上がってるっていう風な状況の中で、私は複雑な心境なんですが、あえて福島に来ないでください、福島のものを食べないでくださいということを訴えたいと思います。あえて私は名前を晒し、福島県二本松市岳温泉の出身だということを言った上で、福島に来ないでください、こういうことによって私の家族あるいは親戚等が影響を受けますが、あえてそのように訴えさせていただきたいと思います。そして今日ここで訴えさせていただきたいのは、皆さんに3つの組織の名前、3つの組織、そして3人の名前を忘れないでいただきたいんですよ。安倍晋三の陰にいる本当の悪者、もうこれを追及して皆さんにどうしても分かっていただきたいというふうに思っております。実はもう皆さんご存知かもしれませんが、昨年の4月29日緑の日、元の天皇誕生日の日に出た朝日新聞最終面、この原発に関する記事の3つの中に、2つ目が私の地元である二本松の佐々木瑠璃さんという方の記事が書かれているんですが、その下、関西の学校の先生たちに放射能の教育、子どもたちにどのようにすればいいかという教え方を教えてあげるよっていう案内状が来た。これは実を言うと、近畿大学原子力研究所、近畿大学原子力研究所、今日のニュースによると近大のマグロスシローに下ろすということで、いろいろ話題になっている、優秀な今受験生が一番多い明治大学を抜いてしまった近畿大学ですが、この近畿大学は各学部によってお金を儲けなさい、自分たちの資金は自分たちで稼ぎ利益を上げなさい、そういったことを講是としている学校のようです。その中でこの近畿大学原子力研究所は、関西
原子力懇談会、まず覚えていただきたい組織の名前は近畿大学原子力研究所、そして関西原子力懇談会というところとタイアップして協力して、中学校の先生、社会の先生、理科の先生を中心に1泊2日2000円、会費2000円、1回あたり20名、そして3回計60名、この近畿大学で、近畿大学原子力研究所をキャンパス会場として、放射能安全だ安心だという教育をどのように生徒たちに教えればいいかという教え方を教える、こういうような勉強会を行っています。この関西原子力懇談会、さあ戻りますが、この朝日新聞の記事によると、関西電力の完全なるダミー会社、社員を5名程度、そしてこの関西原子力懇談会の会長、前々回の会長は関電の副社長だった方、今回の 原発の再稼働が問題になり、この関原懇の会長を辞めた、つまり社員、そしてこの資金、この関原懇、関西原子力懇談会はあくまでも任意団体なので、どこの企業が加盟するかっていうのを公表する責任はありません。ですから東芝が入っているとか日立が入っているとかっていうものは分かりません。もしかすると完全 100% なのかもしれません。で、問題なのは1泊2日2000円なんです。で、これは私が入手した正しい情報なんですけども、このように近畿大学は我々はこのような充実した教育を行ってますよっていうパンフレットをちゃんと作ってるんですね、紹介してるんですね。で、こういう中で実際には2万2000円から3万円の予算がかかると言われてます。つまりどういうことか、交通費、宿泊費、食費、全部関西関原懇、関西原子力懇談会と近畿大学が負担なんですよ。つまり学校と関西電力がつるんで、公務員である学校の先生たちに利益供与を行っている。これが関西の 電気料金を賄われて払っている方々のお金から、放射能は安全ですよ安心ですよっていう教育のために先生方に使われ、宿泊費、交通費、食費、そしてもしかすると一泊二日ですから夜の飲み代、ちょっとそこに行きましょうか、そういった部分も賄われている可能性もあるというふうに言われております。そして繰り返します、関西電力、関西原子力懇談会、近畿大学原子力研究所、忘れないでください。そして問題なのは、ここに示しました3人の名前、世耕弘成、現安倍内閣副官房長官、こいつは近畿大学の創始者世耕和弘さんの孫にあたります。第4代目の近畿大学の理事長、内閣副官房長官を就任するときに4代目の理事長を辞めましたから、現職ではありません。そしてこの2人目、鈴木寛、前東京選出の参議院議員、第1次第2次およの菅内閣の文部科学省副大臣、20ミリシーベルト被爆を安全だっていうふうに決めた時の 副大臣です。この彼が今は何をやってるか、自民党の下村文大臣の下で文部大臣の参与という形で再就職してます。そしてこの菅内閣時にこの鈴木菅の下にいた林久美子、滋賀県選出の参議院議員、林久美子、20ミリシーベルトは安全だというふうに同じく進めた民主党の参議院議員、今民主党の滋賀県の代表をやってるようですが、なんとこの方、世耕さんの奥さんなんです。
20ミリシーベルトを進めてくれて近代に利益をもたらしてくれた鈴木寛さん、文部科学省に再就職おめでとうございます。そして20ミリシーベルトを認めてくれた政務官、20ミリシーベルトを決めたのは2011年2012年に関してですが、2013年ほとぼりが冷めた頃結婚してあげましょう。世耕弘成さん、手のひらで安倍晋三を操ってるだけではなく、こういうような被爆20ミリシーベルトの三角関係の中でやりたいことをやりすぎていませんか。安倍晋三内閣の陰にはこのような豚野郎みたいなやつがいますんで、世耕弘成、本当の悪です。近畿大学マグロになんて最近ちょっと話題で、葛西の水族館クロマグロかわいそうですけど、近畿大学のクロマグロ褒めてあげないでくださいね。申し訳ないですけども、生々すいませんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。で、稲村さんは本当にこう物事をこうズバッズバッとね、おっしゃって、すごいなっていうふうに思うんですけど、思い出しましたよね、ミスター、あの20ミリシーベルト鈴木寛ね、本当に私も何度もあの頃は文部科学省にも講義に行ったことを今でも覚えてますが、裏でねこうやってつながってね、まだまだこうやろうとしているっていうね、本当に許せない話だと思いましたけれども、この間、はい、はい、世耕と、ね、安倍飯食ってたでしょ。飯食ってましたね、はい、やることは大体わかりますね、本当にね、あなたね、本当ね、もう負けないで頑張りましょう。ありがとうございました、稲村さんでした。はい、お待たせいたしました。あ、すごい、なんかダメよ、ダメダメ、お願いします。皆さんこんばんは、脱原発エレクテル連合です。よろしくお願いします。入ってますけど、私がお面で隠しちゃった。ねえ、聞いてよ。はい、あけみちゃん、なーに？福一のさ、うん、外海から漏れ出たセシウムが検出されたの知ってる？去年の、といっても1ヶ月前だから12月5日の東京新聞のことなんだけど、もう一大事よ。ああ、でも安倍は港の中でアンダーコントロールしてるって言ってたよね。そうね、でも実はね、発表では本当にアバウトの検査だけだったのよ。で、正確な検査だと検出されてたのよ。やっぱこれで世界に大嘘ついたことが実証されたってわけ。ひどいね。コントロールしてたのは放射能じゃなくてメディアだったんだね。で、奥さんの昭恵さんさえコントロールできてないのにね。ここにもびっくり仰天な報道があってね、2011年の3月15日頃って、もうすごい、みんなすごい最大の放射能がもう拡散されたって思ってるでしょ。思ってるでしょね。だけどなんかね、その3月20日頃になってもうすごい全体的に 75% の放射能が20日が最高に出たっていう話が NHK の3月、そう、これも去年の12月のね、20日ぐらいの NHK スペシャルでやってたのよ。あ、それね、私も見たよ。茨城県、千葉県、埼玉県、東京、神奈川の方まですっごい放射能が飛んだんだよね。うんうん。でね、極めつけはね、12月31日大晦日の朝日新聞で知ったんだけど、福知の瓦礫を撤去するのに放射性物質の粉塵が飛ばないようにっていう、なんか飛散防止剤っていうのを撒くのよ。で、その撒くんだけれども、普通は
原液化10倍ぐらいに薄めて毎日あの噴射しなきゃいけないのに、はいはい、それをね100倍とかに薄めたり1ヶ月おきになんか撒いたりしてたらしいんだってよ。それでねその粉塵が遠くまで飛んでお米基準値以上にお米を汚染してしまったんだそうですね。もうね国や東電は嘘やなんか隠し事ばっかり、うん、そして日本人の多くが無関心でしょ。でもねこんなニュースばっかり知ってからっていうものを私考えたんだけど、なんかねもう本当に原発事故や国の借金って次世代の人たちに何とかしてもらおうっていう、うん、そういうなんか魂胆の人たちばっかりになっちゃってるんじゃないかなって。日本人の多くはねもうね他力本願になっちゃってるんじゃないかなと思うの、うん、みんなこんなね無責任の大人ばっかで私恥ずかしいよ。もうね次の世代にツケなんか回すなって言いたいよ。あきえちゃんいいこと言うね。ダメよ阿部ダメ、私あきえじゃなくてあけみ。以上です。どうもありがとうございました。という感じでちょっと告知なんですけども、よろしいですか、ね、あのさっき変なおじさんはなんか不確かっておっしゃってましたけど、これ確かですよ。もうね、あのみんなねあのちゃんとチラシをもらってますからね。私は25日はあのブルーのものをまとってジュゴンとか何かあのいろいろプラカードにつけてきて、海のマークっていうので、まあ、ブルーのものを身にまとって、で25日国会法議であのヒューマンチェーンにあのなりますのでよろしくお願いします。みんな、時間は午後2時からです。よろしくお願いします。先日の、女の平和ヒューマンチェーンに負けないように頑張りましょう。集まりましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。もう原発もね、安倍も自民党政権もダメよダメダメっていう感じでね、あのはい、ありがとうございました。私もなんかやってみたいな、あれなんかやりたい。お面いらない。はい、あの相手方募集中です。はい、ではちょっとね今ね 4.6 度寒いのでちょっとコールしましょう。原発いらない、
ったり動いたりしながらやりましょう。はい、お待たせいたしました。横須賀のお父さん、今夜もありがとうございます。こんばんは。また今日も原発反対ということで、皆さんと共にね、声出せることができて嬉しく思います。本当に嬉しいですね。歌は歌うことはちょっと控えますけれども、最近今週あった出来事でですね、ちょっと皆さんに仕事のことなんかでですね、横須賀の中央の駅からですね、タクシーで10分ぐらい、12、3分ぐらい走りますと平和台っていうところがあるんです。お客さんが横須賀中央駅から乗ってきました。私平和台っていうんで、乗せして行ったんですが、すぐ分かりますね、あの平和台っていう意味が。平和台っていうのは、あの多くの年配の人はご存知かもしれませんけど、九州の平和台球場、その平和台球場の名を取って平和台っていうところにの地名を名付けたそうです。炭鉱離職者の人たちが大勢横須賀三浦半島に移ってきました。その、お母さん、ご年配の方ですけども、貝島炭鉱っていうふうに言ってました。貝島炭鉱って皆さんご存知のこと人あるかどうか、三池炭鉱の次ぐらいの、大きな炭鉱ですね。でそのお母さんに言いました。じゃあお母さん方はやっぱり炭鉱の労働組合で家族会なんかで頑張ろうなんか歌ったんですかって。歌いましたよ。私はまだサービス精神で車の中でわずか12、3分ですから、じゃあお母さん一緒に頑張ろう、歌いましょうか歌いました。お母さんびっくりしましてですね、あんたいい運転手さんだね。実費、実車で1000円なんですが、お母さん1500円くれました。お釣りはいいよ、お客様は神様ですって。そんなようなことで、頑張ろうなんて歌をですね、歌いました。ここのトランペットの方がね、やったり、それから今年1月7日、東電本店前講義の時も、集まった人の中からですね、今年最初の東電本店講義だから頑張ろう歌いましょうって言って、みんなで頑張ろう歌いましたね。私は、こんな調子ですけど、タクシーの中で、そんなようなことで、三木炭鉱の歌われていたこの頑張ろう、三木炭鉱のですね、第一組合は三本線のヘルメットをかぶって地下に潜っていったということを聞いております。三本線っていうのはですね、団結抵抗統一、その三本の線を持ってですね、御用組合と戦い、会社の三井三池の首相と戦ってきた、その三本線が三池炭鉱の頑張ろうの象徴なんですね。で先週私はここで帰ろうかななんて言ったことがあったと思いますが、こちらの司会の人をですね、やはり私たちのですね、この集まり、団結抵抗統一という国家に対する抵抗運動のですね、シンボルなんですね。こちらの人が象徴なんですよ。だからここにいておられなくちゃ困っちゃうわけで、いないとやっぱり私は帰ろうかななんて、こういう適当なことになってしまいますけども。ちょっと失礼よ、ちょっと失礼よ、はい、それでですね、そういうことで、横須賀はですね、そういうふうな人たちがたくさんおられます。最近私横須賀でですね、人にデモに参加する人、あるいは教会の人たち、いろんな党の人たちに対してですね、いつも投げかけている言葉、合言葉みたいに2つあります。一つはオール横須賀、いつも人に会うたんびにオール横須賀、教会の中で、私キリスト教なんで教会の中でもオール横須賀、オール横須賀、いろんな人たちに系統の違う人、いろんな人たち、原発の燃料工場の前のところで集まる人たちも、みんな皆さんに対してオール横須賀、オール横須賀、そればかし言います。それからもう一つは原子力空母、これに対してもですね、原子力空母っていうと何だか分かったような分かんないような、それに対してこれ違うと、原発空母、原発空母、原発空母って絡ませて言います。原発と原子力潜水艦、潜水艦、原子力空母はもちろん、原子炉を使うという点で同じで、しかし原発のように、電気を発電して動かすのではなくて、原子炉を燃料としてその蒸気でタービンを回すということで違うわけですけれども、しかし原子炉の原発、原子力空母の根っこっていうのはですね、加圧水化だっていうことの
燃料の動かし、元なんですね。それは海軍の原子炉が元になっているということを聞いております。原型炉がつまり兄弟なんですね。原発と原子力空母の中身というのは兄弟なんですよ。ですから私は原発空母、それからもう一つオーリオコスカ、そればかし言っております。どうぞ皆さん、私たちは先週お話ししましたように、デモをやりたい、やろうつもりでおるんですけれども、ある人から言われまして、どうもなんか頼りない実行委員長になりそうだねって言われました。私は半分悔しいなと思いながら半分嬉しかったですね。なぜならばそうやって頼りない人間だと思われていること自体がですね、 3.11 以降の新しい芽生えなんですよ。 3.11 以前はですね、戦う人たちの運動、一部の人たちの運動で玉弱された私たち後から来た人間として恥ずかしく思うけれども、 3.11 以降、ビフォーアフターの 3.11 以降っていうのは何でもありなんですよ。頼りない人間が実行委員長になったり、あるいはいいから加減な風の人たちがデモにたくさん参加してくる、いいじゃないですか。そうやって裾野を大きくしてですね、私がある種の、見本なのか何だか分かんないけれども、そんなようなことでですね、裾野を広げてオール横須賀原発空母の問題を掲げてですね、やっぱり問題にしていきたいというふうに思いました。よろしくお願いします。ありがとうございました。横須賀のお父さんでした。はい、ではお待たせいたしました。今日はね、スピーチされたい方がたくさんいらっしゃってね、すいません、お待たせしております。お願いします。皆さんこんばんは。皆さんから参りました、春橋と申します。おととい原子力規制委員会の傍聴に行ってもらいました。非常に内容盛りだくさんだったんですが、時間がありませんしので福島第一原発の状況に絞ってお話しいたします。道路方針、失礼しました、1月22日現在の汚染水の貯留量、約 59.8 万トン、そのうちアルプス処理待ち水が約 28.6 万トンで、アルプス処理済み水、いわゆるトリチウム水が約 27.9 万トン、設置済みタンクの貯留容量上限は約 76.2 万トンになっています。で、凍土方式遮水壁造成のためのボーリングなんですが、1月20日現在2037本予定のところ1179本、全体約 57.9% 終了しています。で、ただし21日から安全総点検に入っています。で、福島第1、第2でそれぞれ死者が、柏崎からで重症者が出ました。東電のリリース及び記者会見の情報に基づいて分かったことをお話しいたします。まず福島第一の死亡事故、 J タンクエリア用雨水受けタンクナンバー2の引き渡し前検査として内側からの防水検査を行うため、東電社員1名と当該タンクの設置工事を請け負った安藤狭間の社員2名がタンク内部で作業を始めたところ、タンク内が暗かったためタンク天板部のマンホールから太陽光を入れようと安藤狭間の管理職、釣り幸雄さん55歳がタンク外側の端っこから天板部へ登った。一人で作業したため詳細不明なるも、この直後釣りさんが重量約51キロのマンホールの蓋とともに約10メートル下のタンク天板へ落下。時系列として1月19日午前9時6分頃災害発生、9時43分福井地構内の救急医療室へ到着。この時点では釣りさんの意識があったそうです。医師の診断の結果、左気胸、左肋骨複数本骨折、右恥骨座骨骨折、不安定型骨盤骨折、左大腿部天使部骨折と診断されています。10時8分ドクターヘリ要請、悪天候でヘリが飛べないため救急車による搬送に変更。10時31分救急車にていわき市総合医学共立病院へ搬送開始。11時43分救急車が病院へ到着、医師の治療を受けたそうですが、1月20日午前1時22分被災者の死亡、釣りさんの死亡が確認されたそうです。現時点で分かっていることとして、準備作業、引き渡し前の準備作業であったため明確な手順書というのは作成されていなかった。マンホールの蓋は2人で動かす構造になっているにもかかわらず、釣りさんはなぜか1人で天板部へ登り、一緒にいた東電の社員もそれを注意したり一緒にいたりはしなかった。釣りさんは元請けの管理職の立場でありながら落下防止のための安全対応していなかった。で、東電の聞き取りによると、事故発生時突然蓋が落下してきて直後に人のうめき声でびっくりしたそうです。で、今安全総点検を行っている。で、残念ながら福島第二原発の死亡事故がありました。
1月20日、廃棄物処理建て5階において農食器点検に向けた準備作業として協力企業会社作業員である新妻勇さん48歳が点検台に固定してある点検ジグのボルトを緩めたところジグが回転し頭部を挟まれた。で、新妻さんは意識を失いその時点で頭部から出血したそうです。1月20日9時半ごろ災害発生、9時37分救急車要請、9時42分応急処置室移動、9時52分双葉消防本部よりドクターヘリを要請、10時48分ごろドクターヘリでいわき市総合医療教室病院へ出発、11時20分ごろ病院到着するも11時57分医師による死亡が確認されたそうです。でこちらでも分かっていること、該当の作業を行う場合はジグをクレーンで吊って回転したように固定する手順だったそうですが、明文化された手順書は整備されておらず班長の指導監督に任されている状態だったそうです。でこの死亡事故を受け第1第2原発とも以下の指示が発出されました。基本動作を徹底すること、作業手順を遵守すること、作業員一人一人が気を引き締めること、これが東電の指示です。気を引き締める。でさらに、残念ことで1月19日柏崎刈羽の重症者が出ました。15時ごろ2号機タービン建屋の IPB シャフト室において点検作業の一環として作業用電源箱の最新撮影を行っていた協力企業作業員がはしご開口部から高さ 3.5 メートル下の床に転落、15時15分ごろ救急車を要請病院へ搬送されましたということです。2日間で2人死亡1人重症です。これが東電のマネジメントです。これに関してちょっといろいろ言いたいことありますが、スピリッツの自慢を待っておられる方がおられますので割愛します。安全総点検の結果はまた報告されるはずですので、それまたこの場でお話しさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。お待たせいたしました。お願いいたします。皆さんこんばんは。今原橋さんが詳しく話をされましたけれども、19と20日、2日続けて東京電力福島第一第二原発で死亡事故が発生しました。原橋さんの話にあったように、いずれもですね、協力会社と聞こえはいいけれども下請け企業の作業員の方々です。事故の原因はいろいろありますけれども、作業マニュアル遵守しないとか、その他にですね、私が思うに原発の作業そのものがベテランの労働者が育たないと、たちまちのうちに被爆の限度に達してしまうので人が次々と変わらざるを得ないという根本的なですね、そもそも人間が働くことに適切ふさわしくない原発作業が一番大きな問題じゃないかというふうに思います。東京電力福島第一原発では特にですね、今年というか今年度の4月から11月までの間8ヶ月に東京電力が発表しただけでも43件の事故が発生しました。これは2013年度1年間に起きた事故がですね、23件ですから8ヶ月で倍近い事故が発生したことになります。さすがに東電も危機感を覚えてですね、死亡事故の起こるちょっと前に安全のための決起大会を開いたそうですけれども、皮肉なことに何の効果もなかったということになると思います。東京電力の隠蔽体質、そして利益第一至上主義、これら原発の利益共同体に共通する、儲かりさえすればいい、国民の命の命、作業員の命なんかは二の次三の次という体質を大いに糾弾していきたいと思います。ましてや経済的な問題を理由に仙台原発をはじめとする全国で原発を再稼働しようとしていますけれども、そもそも原発には経済性というけれども使用済み核燃料の何万年にも及ぶ保管問題、そして原発の廃炉問題、それから今挙げた作業員の被爆による健康破壊、これはもう全おそらく原発が始まって以来相当な数に達すると思いますけれども、これらの費用を考えればとても経済的に合うなどということは言えないと思います。これからも再稼働反対、原発反対、廃炉に向けて共に声を上げていきましょう。以上です。ありがとうございました。はい、お待たせいたしました。お願いいたします。戻ります。放射線、被爆を考える会のぬくしなと申します。皆さん
2011年3月 の、 あの福島原発事故が起こった当時のことをちょっと思い出してほしいんですけれども、あの頃、米軍の原子力空母、さっきあの原発空母という話がありましたけれども、ロナルド・レーガンという空母が友達作戦ということで福島沖にやってきました。でその時あの頃、風は大体主にはあの陸の方から海に向かって流れていたんですね。それでその風に乗って、飛んできた放射能にロナルド・レーガンの乗組員たちが、非常に被爆したということです。それで、現在すでに、もう5000人弱の乗組員の中で1000人以上がいろんな病気を発病している。それで、骨肉腫とかあるいは白血病でもって、2人亡くなっているそうです。でその米軍の兵隊たちが、東電を相手取って裁判を起こしまして、約239名かな、が東電に対して裁判を起こしています。でアメリカでもって本格的な裁判が始まっています。で、横須賀の弁護士さんで後藤さんという方がですね、先日のアメリカに行ってこの裁判の弁護士に会っていろいろ話を聞いてきたということで、今度来週の土曜日1月31日の夜ですけれども、地下鉄明和台の駅の近くの アカデミー明大というところで、その、ロナルド・レーガンの、被害の実態を聞く学習会をやります。でやっぱりそういうあの米軍の兵士が受けた被害というのはやっぱり福島、それからまたあの、まあ、自衛隊の兵士たちもにも同じように被害が出ている可能性がありますので、皆さんぜひあのお集まりいただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ちょっとね人が増えてきましたので、もう少しずつ、はい、中の方に明るい方にお寄りください。お願いします。はい、お待たせいたしました。お願いいたします。はい、どうも、再稼働阻止全国ネットワークからのお知らせです。2月の4日水曜日、5日の木曜日、2日間にわたり、鹿児島からですね、陽性構造で、住民の皆さんが上京します。鹿児島の女たちと福島の女たちというタイトルで、アクションを呼びかけております。4日の日はですね、1時半、テント前に集まっていただいて、経産省と規制委員会、3時半ぐらいからは内閣に対して申し入れ行動を行います。これはですね、鹿児島の県議会、伊藤雄一郎がですねとんでもないあの見解を表明したということで、鹿児島の皆さんたちがですね、今なぜかあの再稼働がもうあたかも住民の理解が得られたような形で宣伝されている、そんなバカなことはないということで、わざわざ、鹿児島から大勢の方が見えます。ぜひ皆さんこのアクションに対して一緒に行動に参加してもらいたいと思います。1時半4日テント前に来ていただければよろしいかなと思います。夕方4時からは落合恵子さんも参加しますが、官邸前で抗議行動を行います。5日の日にはですね、11時半に霞門から、デモをやりたいと思います。12時半からは議員会館で、国会議員、700数十名いるわけですが、原発の問題について本当に皆さん、しっかりやってくれる議員というのはごくごく少数になってますよね。そんなバカな話はないんですよ。700人も議員がいてお金かけて選挙をやって原発の問題を素通りするような、こんなバカげた国会は絶対に許してはいけないと思います。ここである議員の方もおります。この方に要請して、議員会館で参議院の地下の行動で議員要請行動を行います。ぜひ皆さん参加してください。最後に、先ほどからですね皆さんおっしゃってた、東電の死亡事故の問題、この2日間のアクションにはですね今回初めて労働組合の方々が参加します。全労協という、小さいですけどナショナルセンターが夕方、6時半から渋谷のコンベンションホールで集会を行います。この東電の死亡事故、今初めて労働組合が全労協が東電に対して申し入れ行動を行っております。労働組合がきちんとした運動をやればですね労働者の命は守られる。しかしそれができていないということが非常に今問題になっていると思います。夕方の5時半から9電、7時からは東電、水曜日の定例行動に全労協が合流して、みんなで
一緒にですね、鹿児島と福島の人たちとともにこの日は行動したいと思います。詳しくは、このチラシに、案内が出てますので、読んでください。本当はカラーで刷りたかったんですけど、鹿児島から来ると60万ぐらいかかります。カンパもお願いしたいと思います。ぜひ4日5日皆さん参加お待ちしてます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ではでは今日はね、希望のエリアにね、千葉からね、高校生がね参加してくれてるんです。どうぞどうぞ、嬉しいですよね、若い人たち。はい、どうぞどうぞ。なんか面白いね、面白い工夫がいっぱいあるみたいなんで、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。阿部さんです。ニック機阿部さんなんですけど、今日は一緒に連れてきました。私たちあの千葉の船橋というところから来ました。高校生と労働者2人と一緒に来ました。本当はですね、昨年の暮れにやりたかったんですけれども、いろいろありまして年を超えてしまいました。ぜひ今日はお付き合い願います。よろしくお願いします。ですね、今日阿部さんを連れてきたんですけれども、いろいろねスピーチするときには皆さんそうだとかって言ってくださると思うんですけれども、今日は一つお願いがありまして、コメントを阿部さんにしてもらいましたら、その後に嘘だというふうに言ってほしいんですね。なのでまあちょっと練習というかやってみたいと思います。よいしょ、はい、ちょっとお待ちくださいね。はい、慌てないで慌てないで、じゃあ早速ちょっと練習をしてみたいと思います。はい、じゃあ阿部さん、汚染水についてどう思いますか？汚染水による福島第一原発の北湾内の 0.3 平方キロメートル範囲の中で完全にブロックされています。はい、そういう感じで、はい、行きたいと思います。はい、そのたびにちょっと鼻が膨らむという設定で行きたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ阿部さん、早速ですが原発についてどう思いますか？経済成長のためには安定的で安いエネルギー供給の実現が不可欠です。原子力発電所を一つ一つ慎重な手順を踏んで稼働させていくことにしました。はい、じゃあそれじゃあ次いきます。汚染水については阿部さんどう思いますか？汚染水による影響は福島第一原発の北湾内の 0.3 平方キロメートル範囲内の中で完全にブロックされています。じゃあ次ですね、廃炉と汚染水についてはどう思っていますか？東京電力福島第一原発の汚染水対策について万全を期すため、東京電力任せとすることなく国も前面に立って予防的重層的な対策を進めてまいります。嘘だー。じゃあ健康面とか安全面についてはどう考えていますか？我が国の食品や水の安全基準は
世界でも最も厳しい基準であります。嘘だ。つまり健康問題については今までも現在もそして将来も全く問題ないということをお約束いたします。嘘つけー。じゃあ最後にこれからの東北についてどう考えているんでしょうか。復興は新たなものを作り出し、新たな可能性に挑戦するチャンスでもあります。日本ならできるはず、その確固たる自信を持って新たな創造と可能性の地としての東北を皆さん共に作り上げようではありませんか。嘘つけありがとうございました。嘘でした。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。本当に。ね、鼻をへし折ってやりたい、あの嘘ばっかりついてピノキオの、ね、鼻みたいになってましたけれども、本当にね、あの楽しいなと、ね、なんかね、すごく顔は見たくないけど、あのすごい良かったと思います。ありがとうございました。ではではでは、はいはい、韓国の、はい、いらっしゃった、あれ三上さん、ボンさん、まだ、はい、じゃあ先にじゃあ松平さんをご紹介しましょうか。ね、1月17日あの阪神淡路大震災から20年ということで、あの松平さんはあのね、向こうに関西に行かれて、毎日新聞にもこんなに大きくね取り上げられて、トランペット吹いていらっしゃいました。産経新聞にもすごく、これいい写真なんですけれども、夜景をに向かってね、こうやって松平さんが命のね大切さを思って、吹いてくださいました。本当にあのいつも松平さんのトランペットの音色に私たちも励まされる思いです。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。今ご紹介いただきましたトランペッターの松平明でございます。命の問題は本当に大切だと思います。ところが今の安倍さんは口先だけで中身は全然ございません。こうしたことを許しておくわけにはまいりません。私たちが命を大切にする、そんな春を呼びたいと思いますので、最初に春の曲を何曲か、日本の春の歌ですが、トランペットに合わせて歌っていただければ幸いです。でその後に皆さんでふるさとを歌い交わしたいと思います。
今の曲は全部皆さん歌っていただきましたね。一番目からいきますか。早春風でした。それから春よ来い、そして春の小川、北国の春、そして花ということでございましたので、それではこの私たちの素敵なふるさと、核兵器もない、そして原発もない、そんな平和な日本を作っていくことでございませんか。そんな気持ちでふるさと参りましょう。안녕하십니까. 저는 한국에서 온 원불교 교무 강혜윤입니다. 안녕하세요. 본방아 한국から 参りました. 엔부교의 교무 강혜윤と言います. 이렇게 추운데 탈옥 운동을 하시는 여러분들과 함께 저는 한국에서 탈옥 운동을 10년 이상 계속해 왔습니다. 네, 여러분 こんなに 寒い 中 脱原発の 운동 なさってるんですけれども 私とも韓国で10年間脱原発を運動してきました。韓国でも23基の原発が今稼働中です。韓国でも今23基の原発が稼働中です。그래서현재수명이다한원전이있는데이원전을수명연장을하려고합니다。그래서이를반대하고있습니다。しかしですね、今寿命がもう終わってる原発が一つあるんですけれども、政府ではそれをですね、再稼働、寿命を延ばそうとしています。그래서매주3년동안지금매주월요일마다22km를걸으면서핵발전소반대캠페인을하고있습니다。それでですね、私たち縁仏教ではですね、毎週月曜日23.1km を毎日歩いています。今2年経ちました。일본의후쿠시마사고를보면서저희들도너무가슴이아팠습니다。日本の후쿠시마事故を見てて私たちも胸が痛くなりました。그래서일본뿐만이아니라한국그리고지구어디에도핵발전소는더이상있어서는안된다고생각합니다。だからこそ日本あるいは韓国世界どこでも原発というのはあってはいけないと思います。그래서여러분들이이렇게
반핵운동을하는것처럼한국에서도계속해서저희들도반핵운동을계속해나가겠습니다皆さんがこのように脱原発の運動をしていらっしゃるのと同じく私たちも韓国で一生懸命脱原発のことを反対運動していきます여러분모두힘내시기를바랍니다감사합니다皆さん頑張ってくださいありがとうございましたありがとうございますありがとうございますありがとうございます感謝합니다ありがとうございますね、本当にお隣韓国の皆さんもこうやって頑張っていらっしゃいます一緒に、ね、手を取り合って一緒に平和のためにも原発なくすためにも頑張っていきましょうねありがとうございます来てくださって本当にありがとうございましたありがとうございましたではでは8時まで皆さんと一緒に、あもう時間がないはいコール、コールします原発いらない
フランス隊の皆さんも松平さんもありがとうございます。ありがとうございました。また来てください。一緒に頑張りましょう。警察の皆さんもありがとうございます。自転車隊の皆さん、寒いのに今日もありがとう。一緒にまた頑張りましょうね。はい、お家に帰るまでは小日向堂です。落とし物、忘れ物、怪我や、風、幽霊車に十分気をつけてください。こちらでですね、仙台原発再稼働やめろのリーフレットをお配りしております。たくさんたくさんありますので持って帰ってください。それから2月8日にまた半原連さんの脳肉杖があるそうです。はい、3月8日日曜日ですね。はい、またプラスもできましたのでお持ち帰りください。ありがとうございます。